こんにちは。今日も皆さん平日の月曜お昼からありがとうございます。こんにちは。たまこさん、あ、イエーイお久しぶりです。あ、わかこさんも見てくれてるのかな。そう、あ、そうなんですよ。今日ね、ちょっと久々に髪アップしてみたんですよね。とヘアバンドとちょっと合わせてみました、うん、いつもね、なんかだいたい被り物してるんですよねちょっともうなんかもう朝時間いつもなくて、なんか巻こうとかいつも思うんですけどね、なんか暑いし、なんかもうくくってだいたいベレー帽かもうこういうヘアバンドで動かしちゃってます。ヤオちゃんさん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう。あ、そうだな。私また今日もあれだな。ご無沙汰着てるな。新作着ちゃいました。ブルージーラブさん、あ、こんにちは。さて、今日は3回目の配信です。で、今日は、また新作のご紹介していこうと思います。今日は、ドゥルージの、ロングね、が、今週の金曜日に発売になります。お値段は、1個1290円になりますね。今日は雰囲気が全く違いますね。そうなんですよ。ちょっとアップにしてちょっと雰囲気変えてみました。さて、早速では商品移していきたいと思います。取れない、よいしょ。じゃじゃーん、ロングスクエアです。こんな感じ。と色が白とチェリーピンク、あとブルーですね。今回もすごいザクザクキラキラです。こんな感じ。雑誌にグリーンが来るって書いてあって、綺麗なグリーンですね。 ありがとうございます。そうなんですよ。なんかね、なんだろう、蛍光グリーンとかイエローがいいっぽくて、おっと思って、あったと思ってちょっと買っちゃったんですよね、この間。あ、でもそういえばこの間、そうグリーンで思い出した。グリーンのあのジャケットにグリーンのパンツでセットアップで、あのスーツ着てるおじいちゃんっていうかおじさんがいてすごい流行先取りしてると思って、めっちゃ面白いと思っちゃいました。そうそうそう。あ、でこんな感じでサイズなんですけど、サイズは3センチ
ね、ザクザク感大事ですよね。あ、ボケちゃうな。近いとボケちゃうな。3センチ。横が、8ミリぐらいですね。そう、大きめですごいいいですよね、ほんと。やっぱ最近、私もやっぱ、ま、トレンドっていうのもあるかもしれないんですけど、大きいのすごいやっぱ、つけますね、普段でも。で、厚みは、どのぐらいかな。8ミリぐらいですかね。そう、こんな感じですね。やっぱ秋だからこういうちょっとグレーがかってる感じのホワイトもすごいね、気になるなと思って。可愛くないですか、グレーっぽくて。これ結構白目かな。白目のザクザク。あ、マットナインさんかな。こんにちは。今新作のご紹介してます。チュンキーさん、グレーっぽいの素敵ね。グレー可愛くないですか。私もすごいこう気になるな。可愛い、いい感じです。すごい大人っぽくて。よし、じゃあまたつけていこうかな。あ、そういえば今日あれですね、10日ですよね、今日。全然関係ないんですけど、新月ですね、今日。私すごいね、なんかそんな詳しくはないですけど、なんか月好きで、なんだっけな、今日、乙女座の新月らしいですよ。なんか願い事とかね、すごいあの紙に書いたりするとなんか叶うらしいんで、ちょっとまた夜なんかノート書こうかなと思って。お願い事グレー、グレーいいね。ね、いいですよね、たまこさん、かわいいですよね。よいしょ。エミネさん、私乙女さん、あー、そうなんですね。ちょうどぴったしですね。私カニ座なんで終わっちゃいましたけど、さてさて、とまずは白でね、今回じゃじゃーん、チョーカー、あ、ボケてるな。これワイヤー使ってチョーカー作ってみたいんですよね。アラサーになるとそういう色惹かれる。わかるわかる。やっぱ30を超えると大人色がやっぱ気になりますよね。つけてみよう。あ、グリーンに白、可愛いかもしれないな。そうね、今回はちょっと短めのっていうか、結構ぴったり、ぴったり、ぴったりサイズのワイヤーをちょっとチョイスしてみたんですよね。ね、かわいいですよね。
これもねすごいね簡単。こんな感じでね、これねなんかチェーンのパーツもあったんで、そうそうそう、すぐピアスかブレス、そうしちゃいますよね、わかる。そう、こういうパーツがあったんで、こう通して、でチェーンもね今年トレンドなんでいいなと思って、これ買ってこれにつなげただけ、簡単、めっちゃ簡単。アメリさん黒ニットにつけたいね、すごい。すごいいいですよね。こんな感じですね。なんかこれだけですごいかなりおしゃれに見えますね、やっぱりね。うん、こんな感じですね。で、ブルーでね作ったのが。ピアスなんですけど、ちょっとね大ぶりで作ってみます。見えるかな、ちゃんと見えるかな、こんな感じで、首太くても大丈夫かも、あ、全然大丈夫ですね、もうほんとこういう感じなんで、ピュッてはめるだけなんで全然平気です。フリーサイズでいけちゃいますね、これね。初めてこれ使ってみたんですけど、ワイヤーなんて言うんだろう、ちょっと商品名が分かんないんですけど、ワイヤーボールっていうのかな、ワイヤーだけであのこういうキューブ型になってるパーツがあって、でね秋冬もあのクリアーすごいあの引き続き流行るということなので、見えるかな、この中にね、ね、あのボール入れたんですよ。こんな感じで、でそれにフープとつないでみました、パールと。こんな感じで、なんかブルーとゴールドっていうのもね、こんな感じ。よし。よ、うん、こんな感じ。お、いいですね。かわいいです。うん、あ、グリーンとブルーもいいですね。合いますね。すごいなんかやっぱなんだろうな、ロングだからか効果がすごい出て、なんか小顔効果な感じがしますね。こんな感じですね、ブルーは。そしてこちらがチェリーピンクです。で、ね、ピンクにしてみたんですよね、グリーンとマスタード。よし、これもつけてみよう。一見カラー合わせってね結構シーク見えるんですけど、意外とねこの、まあ、この色合わせやすくて、こんな感じでお話しさせてもらって、ねカラーのフープが出てたんで、
面白いかなっていう感じですね。うん、ね、やっぱ大ぶりいいですね、今年ね。ちっちゃいのはちっちゃいので、すごい使いやすくて可愛いんですけどね。なんか服のデザインがシンプルめだったらこういう大ぶりの方が断然おしゃれには見えますよね。あー、こんな感じですね。そう、あ、来週の新作もね、すごいね可愛かったんで、皆さん楽しみにしててください。絶対みんなが好きなやつだと思って。参考になります。あ、よかったです。ここになるのが一番嬉しいです。本当に、あ、ありがとうございます。嬉しい、ね、皆さん本当にいつもご視聴ありがとうございます。引退してしまいます。悲しい、本当に。もうブルーレイが家に届いたんでね、ちょっと今週は毎日アムロちゃんのブルーレイを家で見ようと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。皆さんまた来週12時ですねにお会いしましょう。ありがとうございました。